左手親指の付け根を痛め10日間の負傷者リスト IL、配備しているレッドソックス吉田正隆外野手30が今週末にもマイナーの試合にリハビリ出場する見通しとなった。アレックス・コーラ監督が4日、日本時間5日明らかにしたもので、ボストンヘラルド電子版によると、早ければ7日、同8日にも出場する可能性があり、 メジャー復帰前にマイナーで数試合に出場することが見込まれるという。吉田は4月28日のカブス戦でアンダを放った際に負傷。それ以降は打撃練習を行わず、今月1日にイいル入りした。吉田は今季はほぼ DH として起用され、ここまで24試合で打率2割7分5輪2本塁打11打点としている。